みんなの銀行、してますかしてますかセコムしてますかはい、ということで、大台の10万を超えました。えー、10万1500円になりました。でね、ちょっと気になるところがあって、なんと今回ですね、今日1月24日なんですけど、これシステムのバグですかねまあまあ入ってるんでいいんですけど、普通まとめて入ってくるんだけども、これなんか24日24日で1500円1500円でこのまとまってなかったですね。 なぜかわからないですけど。まあもしかしたら昨日分のやつがパンパンって入ってきたのかちょっとわからないですけども、普通だったらね、こうやってまとまって3000円とか3000円とかこう入ってくるんですけど、うん、これ、原因わかんないです。はい。で、まあ一応、なんだ、えっ、ー、と、去年のね、えー、クリスマスぐらいからバーって、まあ僕ど結構また動画撮り始めてるんですけども、まあバーって入ってます。で、銀行が休みの日。 えー、31日も入ってますし、1月1日、元旦、2022年1月1日、元旦もちゃんと入金あります、えー。2日も入金、3日も入金あります。4日も入金あります。5日も入金あります。6日も入金あります。ここちょっと3日外れて、ここな9日入金あります。10日入金あります。えー、11日も入金ある。15日も入金ある。17日、まあ、こんな感じですね。 まあまだ最大30万なので、まだまだちょっと動画の方を撮っていこうかなと思うんですけれども、まだやられてない方はですね、このお友達紹介プログラムみんなの銀行ですね。で、みんなの銀行はどういう会社かっていうと、株式会社福岡ファイナンシャルグループがメインです。福岡ファイナンシャルグループですね。で、えっと、これちょっと調べていただいて、どういうところがやってんだろうと。 一応、えっ、ー、と、ここの福岡ファイナンシャルグループは上場をしております。はい。で、まあ、あの、なんだ、情報出てますんで、上場してますから、その、会社概要かとかね、資本金1247億円です。はい。福岡ファイナンシャルグループですね。えー、投資ということでね、えー、副株式情報、投資情報ということで、ここに決算とかね、全部出てます。えー、中間期決算発表とかね。 だこういうのも全部出てますので、あの、なんだ。興味ある方は見てください。どんな会社がやってんのかなっていう。うん。はい。これ全部出てますから。確かに多分まあ、その、上場してる会社はその、見せないといけないんですよね。確か。かこうやってデータが出てますんで、何やってんのかっていうのはデータ見ればわかりますよね。で、もしそのデータ見て、あ、ここの会社ちょっと、やべえなと思うんだったらやんなくてもいいと思うんですけど、ただ、 まあ、上場してますし、えー、まあ、なんだ、他のなんか、よくわかんない仮想通貨、よくわかんない仮想通貨、出所がわかんない仮想通貨やるよりかは、とりあえず、えー、1500円もらえますので <laughs>、とりあえず1500円、こうやって僕ももらって、今10万まで行きましたけども、必ずもらえるって歌ってますけど、本当にもらえます。本当にもらえるんですかはい、必ずもらってます。必ずもらって、今10万まで超えましたけど、必ずもらってます。で、僕に <laughs>、 あの、振り込みがあったっていうことは、僕の紹介コードを入れてインストールされた方が、もお金入ってると思いますので、あ、本当に入ったんだなと。で、ここで注意しないといけないのが、この、えー、講座のアプリをインストールするときに、紹介コードを入れずにインストールすると1500円もらえないので、必ず紹介コードを入れた方がお得です。 はい、紹介コードを入れずインストールすると1500円もらえないですで。紹介コードを入れてインストールした方が1500円もらえるのでいいと思います。でその後はですね、えー、自分の紹介コードがこう発行されますので、えー、自分の紹介コードを、まあ、Twitter とか、ね、LINE にもこうすぐ、ね、こうシェアできるようになっています。ただ、お友達があんまいないよという場合は YouTube で発信したりとか、まあ、Twitter で発信したりとか、いろんな自分の媒体メディアで発信していくということですね。 まあ僕は友達がいないんですけど、友達がいなくても10万1500円まで行きました。友達いないです。LINE の、LINE のね、えー、友達にね、こうなんか配るとかやってないです。友達がいないので。<laughs> そもそも LINE で配るっていうや、や,やってないですよ、僕ね。LINE でこのシェアするみたいな。これありますけどね。まあ友達、LINE に友達いっぱいいますよっていう方はまあやっていただいてもいいと思いますけど、僕いないので、LINE ではやってないです。YouTube でこうやって発信してます。で、基本的に YouTube だけですかね。発信してるのは。 はい、だ友達がいなくてもいけます、はい。友達がいなくてもこうやって発信すればいけますんで。で、<laughs> この、えー、キャンペーンのいいところはですね、まあ、ウィンウィンってことですね。お互いに僕も入るし、あなたにも入りますよってことで、しかもリスクゼロです。えー、初期費用ゼロ。はい。ただ、紹介コードを入れてアプリをインストールするだけで、えー、1500円がもらえるっていうキャンペーンです。で、これ本当にいつまでやるかわかりませんので、 あの、みんなの銀行さんがね、このキャンペーンね、えー、やめますって言ったらもう終わりなので、あの、まあ、じゃあ3年後やってんのかっていうと、多分3年後やってないでしょうね。2年後やってんのかやってないでしょうね。まあ、もって1年、1年やってるかな。まあ、今ね、あの、みんなの銀行の登録者、みんなの銀行のダウンロード数が50万かな。多分ね、ダウンロード数。 50万なんですよ。多分100万ぐらい行ったらやんなくなるんじゃないかなと思うんですね。うん。そうだ。なんで、まあ、今、今、その、講座をね、広めてる段階なんで広告費払ってますけども、ある一定講座がこう広まったら、多分やらないと思いますので、まあ、あの、今のうちかなというとこです。 今は広めてるので広告費でこう払ってますけれども、えー、広まったら、ある程度広まったら、もうあんまりキャンペーンはやらないんじゃないかなと。だペイペイもね、昔100億配、ペイペイのね、100億。ペイペイ。まあ、ペイペイもね、ペイペイ100億。これ結構いつだったかな。これ第2弾までやりましたけども、あのー、多分2年前か3年前ですね。今2022年なんで。 多分もう100億円キャンペーン、これのキャンペーンまたやるってことは多分もうやらないとは思いますけども。うん。これも PayPay ペイペイを広めるために広告費として100億円ばらまいたわけですよね。しかも2回も。うん。でももう PayPay ペイペイのダウンロード数がもう4000万ぐらいやる。うん、そう。だダ,ダウンロード数。これ4000万人突破してます。はい。だから4000万人突破してるんで、もう、なんだろうな。あのー、 100億はやんないと思いますね。100億は。うーん。100億ばらまくのはもうやんないじゃないかなと。ただ逆に言うと、1億突破したならば、1億とまあ、1億いったらすごいですよね。1億突破したら、あの、1億突破記念つって、あの、1000億配りますみたいなのもやるかもしれないですよね。さすがに。 1>, 1億人ダウンロードしましたとさ、おにぎょうなので、<laughs> もしそのおにぎょうを達成したとするならば、100億じゃなくて1000億ばらまきますキャンペーンをやるかもしれないですね。でも、<laughs> でも広まってるので、だユーザー還元ですね。もうアプリをダウンロードした人を使わせる、使ったら、あどんどん使ってくださいみたいな感じで、その、やるっていうので、あれかもしれないですね。だ今もう広めてる段階なので、今が、まあ、あの、一番、 いいよっていうところですね。で、あとは、えー、っと、このみんなの銀行に関しては、金利ですね。金利。今、これき、金利キャンペーンもやったりとかしてるんですけど、金利が、うん、これですね。金利がね、上がったんですよ。はい、金利。はい、変更後。2021年11月26日から、えー、金利を変更したと。0.03%です。 で、普通の三菱 UFJ とか見てみましょうか。はい。それではですね、三菱の、えー、金利を見てみますけれども、えー、普通預金0.001、スーパー預金、10万円は0.001、0, 0 1 1000万以上も0.01。えっ、ー、と、スーパー定期が0.002と。まあ、メガバンク三菱 UFJ 銀行さんですね。まあ、これぐらいです。はい。ね、貯蓄、貯金。 預金0.01%で、じゃあ、えー、みんなの銀行さんは0.003%と。まあ、全然違いますよね。ね。違いますよね。まあ1、1%満たないですけども、まあ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 、この金利見ていただければわかりますけど、全然違います。なんで、みんなの銀行さんは、もちろんそのアプリ、えー、口座をいっぱい広める、プラスアルファお金を入れてほしいので、こういうキャンペーンもやって、キャンペーンっていうかね、あのー、この引き上げっていうのはやってます、金利をね。 で、なんで金利を上げられるのかっていうと、そもそも論として、そもそもなんで金利を上げられるのか、これは僕の見解なんですけれども、最初の初動のシステムからアプリなんですよ。もう一度言いますね。最初銀行を作った時点で、そのアプリなんですよね。 だから、その固定費が普通の銀行、三菱 UFJ さんの場合は今アプリもあります。で、通帳、最初は通帳からアプリのシステム作ってっていう、最初はもうほとんどの銀行が通帳の仕組みですよね。そっからスタートしてる銀行がほとんどなんですよ。で、今通帳を廃止する通帳にお金かけますよとかね、いろいろやって、そので、で、アプリっていう概念が出てきてアプリのシステム入れたりとかしたりとかして、まあ金か,かってるんですよね。でも、 みんなの銀行さんはスタートアップの時からもうアプリで完結型なので、その固定費、普通の銀行に比べるとランニングコストが非常に安くなってると。だからその分、そのユーザーさんに還元できるんじゃないかなと思います。普通の銀行は通帳ね、あの、なんだ、通帳も、通帳、お,、えー、お金。まあ今、あの、なんだ、この、 えー、紙の通帳発行し繰り返しさえ1100円の手数料がかかりますよとかね、手数料、紙の通帳が有料化、みずほ、三菱とかね、まあこうね、出てますけど、あとは、えっ、ー、と、小銭ですね、通、あの、小銭、貯金、えー、手数料。まあ、これもね、あの、なんだ、手数料、あの、手数料かかりますよと。 あの、こんな感じでね。手数料取られますよって変わ、どん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 変わっていってます。で、みんなの銀行さんはもう電子化というかね、もうアプリで完結型なので、まあこんなのないですよね。だからこれはもう昔からやってるところはこうやって変えてってるわけですよ。金取ってね。維持費に金かかるからっつって。で、ここ、みんなの銀行さんは元々、まあアプリ発足なので、まあそういうのがないというところでございますね。うん だ本当にね、あの、本当にデジタル、まあ電子マネー化が進んで、もうお金の概念ですよね。だから通帳に、なんか鉛筆で記入するみたいなね、今もやってる人いるかもしれないですけども、本当にもう時代がどんどん変わってますので、まあ時代のその変わっている、うん、あ、こうやって銀行の形も変わっていくんだなっていうのも、 1500円もらいながら体験できる。だからその体験価値としても非常に高いんじゃないかなと思います。触れてみる。触ってみる。実際に今アプリ完結型の銀行ってどんな感じになるんだろうと。で、このみんなの銀行さんのすごいなと僕は実際に使ってみて思ったのが <laughs>、あのー、このドロップ型でその管理できるってやつなんですね。これはもう新しい概念かなぁと思う。このボックスですね。 ボックスを作って管理できるっていう。今までっていうのは昔の人だったらね、通帳に水道代とか電気代とかね、通帳に鉛筆で書いてなんか管理するとかね、で、やるとかやってたじゃないですか。ここもうボックスを作って、例えば給料が20万入ってきます。その20万の内訳を、例えば食費。 食費っていうボックスを作ります。えー、じゃあ、えー、ガソリン代っていうボックスを作ります。えー、養育費っていうボックスを作ります。じゃあ、20万入ってきましたよ。じゃあ、そこにこうやって振り分けていくと。で、そうすることによって、管理がね、非常にしやすいと。いうことで、これはね、このボックス管理っていうのはね、めちゃくちゃいいと思います。結構ね、昔の人って、あのー、銀行口座何個も持ってて、その銀行口座で分けるみたいなね。 わかります多分やってる人いると思いますよ。銀行口座を何個か作って、で、この、例えば三菱 UFJ 銀行はこれ、何々銀行はこれ、何々銀行はこれみたいな感じで銀行で分けてる人もいると思うんですけど、このね、ボックスをもうその仮想で作っちゃって、そこに振り分けられるっていうのは、これめちゃくちゃ、まあ、なんだろうな、やっぱ時代だなっていうのは感じますね。だからこれ非常に便利なんじゃないかなと僕は思いましたね。うん。そう。だからもう本当に簡単にね、このなんだ。 このパンパンパンってできるんですよ。うん、ボックスでお金を仕分けようっていう。これはね、本当やっぱ、<laughs> すごいなと思いますね。そう。うん。これはね、すごいっすね。うん。これね、すごく、これすごくないですかこれ。うん。この仮想ボックスの概念ってすごいなと思いますね。 うん、しかもこのね、なんか、もうしかもこのね、なんか、アプリで全部そのな、その、なんだろうな、あの、日付とかそういうのもなんか、うん、まあ、ここにもね、動画で解説ありますけども、なんか、いろいろ、もうなんか、デジタルで管理できるんですよ。だから、その、なんだろうな、もう、通帳に手書きで書くっていうのが、まあ、本当に時代、まあ、遅れというか、まあ、好きな人は好きでいいんですけども、結,結論、金かかってきますからね、今後、紙。 紙でやる場合はうーんもうこのキャッシュレス、電子マネーの流れっていうのは、もう、無理です。もう、もう、もう、もうこうなってますね。うん、こうなってるんで、もう、もはやもう、小銭貯金してるとね、あの、マイナスになるよっていう。小銭貯金大量にしてると、もはやマイナスです。貯金なんないみたいな。手数料全部持ってかれるみたいな。だって、小銭がその、あ、これ面白いですね。 17年貯めた小銭貯金と。はい。うん。そう。ううん。万7 0 1枚ありましたと。約2万、二万3000円の手数料二 <laughs> 2万3000円の手数料ってまあまあですよね。 2万3000円の手数料って結構、貯金してるのに2万3000円取られるのかみたいなね <laughs>。結構大きくないですかこの2万3000手数料っていう。うん、これ2万枚ぐらい集めると、あれらしいですよね。うん。だからまあ、時代、本当に時代の転換期なんで、えー、この新しい概念ですよね。アプリで完結する。アプリで、このお金を管理していく。アプリでこう、なんだ。 まあもちろんみんなの銀行同士のアプリ間のやり取りだったらもうお金もスッてね、移動できますしもちろんね。あもう非常にもう、しかもあの、このデビットカードですね。デビットカードもあるんですよ。えー、デビットカードってないかな。あこのバーチャルデビットカードですね。これもついてくる。<laughs> で、これもついてきて、これもその、なんかこれですよ。立ち決済でピッてできるんですよ。うん。 そうだからあのコンビニとかめちゃくちゃ便利ですね、うん、まあもちろんそのクレジットカードと同じような同等の機能なのでまあアマゾンで買うなりそういうのもできると、うんはい、なのでまあ本当にねまあこれからまあみんなの銀行がこれからどれぐらいその口座をいあの獲得して預金段が貯められるかわからないですけどもまあみんなの銀行さんのこの今後のね えー、経営戦略だったりとか広めていく上での、うん、すごく注目かなと思います多分このアプリの概念って初めてなんですよ確か <laughs> これプレスリリースでもあったんですけどプレス <laughs> これじゃないな <laughs> うん うんあ国内初きょ、去年ですね、国内初の電車のみんなの銀行、グローブを受けて上半身で、デジタルバンクっていうその新しい概念ですね。うんこれが <laughs> 日本初なのかな。うん これはね、すごい画期的だと思いますね。あとはどれだけその浸透させることができるかっていうところがまあ勝負だと思います。だから今後、みんなの銀行さんのいろんなキャンペーン、あの、他の銀行じゃできないような金利だったりとか、他の人、他の銀行じゃできないようなキャンペーンっていうのは間違いなく打ち出していくと思います。それは手数料がかかるね、他に比べてこランニングコスト維持費用がかかってないですから、まあいろいろとキャンペーンできるんじゃないかなと思いますね。うん。はい。ということで、えー、みんなの銀行ですね。 えこちら、まだやってませんよと、えー、この友達紹介プログラム、はい。僕の紹介コード入れときますので、えー、この YouTube の下に入れときます。はい、まだやってないよという方は、ぜひやってみてはいかがでしょうか。では、終わります。ありがとうございます。